ユーリ・ポドラドチコフはスイスのスノーボーダー。ニックネームは名前の頭文字からアイポート。ポドラドチコフはロシアで生まれ1996年に両親と共にスイスに移住した。2005年にスイス国籍を習得したが、その後もしばらくはロシア代表として大会に出場していた。2005年12月にスイスアローザにて、 FIS ヨーロッパカップで優勝2007年10月スイスザースフェーでも優勝した。2010年バンクーバーオリンピックがきっかけで2009年末よりスイス代表として出場するようになった。2006年トリノオリンピックではロシア代表として出場しハーフパイプで37位だったが2008年にはワールドカップの男子ハーフパイプで初優勝を飾り、 2010年の X ゲームでは、ショーン・ホワイトに次ぐ2位となった。2010年のバンクーバーオリンピックでは、決勝1回目の試技で2位につけたが、フィンランドのピート・ピロイネン、アメリカのスコット・ラゴラが2回目を成功したのに対し、ポドラドチコフは失敗し、4位へと順位を下げて、メダル圏内から外れた。2011年、 2012年シーズンは TTR ワールドスノーボードツアーの年間王者に輝き2011年11月スペインラモリーナの世界選手権では準優勝2013年1月カナダストーンハムの世界選手権で優勝2014年ソチオリンピックでは決勝の2回目で大技のキャブダブルコーク四4 4 0 u オンリーライブワンス人生一度きり の意味を完璧に決め、94.75点で金メダルを獲得した。優勝のみ、記載ほか、ありがとうございます。